青木様の話しておきたいこと。ここからはスタジオ部員によるコラムのお時間です。今ピックアップニュースでも取り上げましたけれども、原子力発電所の問題、え原則40年、最長60年としている原子力発電所の運転期間のことについてですね。そうなんですね。あの新聞でまあ今あのニュースなんかはね、あのデジタルのしのこう端末上で見る人多いと思うんですけれども。<laughs> あの新聞の紙面っていうのはなんかこうその新聞であるがゆえになんかこうメッセージ性みたいなのがあるなっていうのが今日の朝日新聞の紙面見てて僕も改めて感じたんですけれども一面トップに載ったのは先ほどお伝えさせていただいたその原発事故の対策費処理費っていうのがもうすでにこう政,府政府想定の21兆円の半分以上に上る12兆円に上っているっていうことが会計検査院への取材朝日の取材で分かったっていうニュースが一面トップに載っていて。 そのいわゆる左肩っていうんですけどね一面のその横に左の横にもう一個原発関連のニュースが出てるんですけれどもこれが今西川さんがちょっと解説してあの読んでくださいましたけれども原発停止中っていうのは運転期間外にしようじゃないかっていうようなことを、えー、経済産業省がどうも検討しているとこれどういうことかっていうと、はい、その原発の運転期間っていうのはその福島第一原発の事故を受けて、まあ、原子炉等規制法っていうのがこう改正をされたんですね。 でこれ一つの,そのこう福島第一原発の教訓としてやっぱり老朽化した原発というのは事故のリスクも、えー、高まるのである程度こう原発の運転期間というのをこう制限しようということで、えー、原則40年にしようとで最長、まあ、20年延長できるんだけれども原則としては40年にしようよねっていうのが。 まあこれ法律が改正されれれてそういうふういふに位置づけられたんですねでこれは繰り返しますけれども福島第一原発事故のまあ一つの教訓ですよねとして取り入れられたんだけれどもこれその岸田政権はこの8月ですけれどもこの運転期間を延ばそうというふうに検討せよというふうに言ったと。でしかもこの原発を運転していない時はこれはその,その運転期間に入れなくてもいいですよと。 うん、いうことも検討するってことは場合によってはさらに伸びるんじゃないのかっていうことなんですよねつまり福島第一原発の事故っていうのは改めて僕が言うまでもなくこれ世界でまあ、じ世界でってことは人類が経験した最悪クラスまあチェルノブイリ原発の事故の後と並ぶ世界人類史上最悪クラスの事故だったんだけれどもその教訓をどうもここに来て え骨抜きにしていこうっていうのに等しいのではないかっていう批判があるでしかも岸田政権これどこまで実現、えー、可能性があるのかどうかは別としていわゆる新型炉なんかも含めたものの新増設新設とか増設もしようじゃないか。 っってていうようよなことを言ってるんですよねでこれね、まあ、冷静になって考えてみると今ロシアによるウクライナ侵攻などで世界中で、まあ、ヨーロッパもそうですけれども世界中でエネルギーをどうするのか足りないじゃないかあるいはその他の代替手段なんかでこう集めてくるとその燃料費なんかがかかって。 こうエネルギー価格が高騰するんじゃないか日本でもね電気代とかガス代がこう上がるんじゃないかっていう,うなことでそれに対するあの対策っていうのを政府はやってるんですけれども確かにそういう状況もあるそれから今度エジプトで COP27 地球環境問題を話し合う世界的な会議枠組み会議が始まってる、はい、だから温暖化対策ってものをどう進めていくのかっていうあたりも知恵を絞らなくちゃいけないっていう難しい事情はあるんだけれども。うんうん しかしそのまだ処理も終わっていないっていうか処理のめどすら立っていない現在進行形の原発事故あるいは3万人以上の人が逃げあの避難している福島の状況を尻目にその教訓を次々に外してこう原発を増やすあるいは再稼働するあるいはこう運転期間をほぼ何て言うのかな制限をなくしていくっていうようなことをして。 果たしていいんだろうかっていうのは僕らこう本当に真剣に考えなきゃいけない課題だろうなというふうに思うんですよねそれを今日朝日新聞が一面でねこの2つの記事を並べたことによって こう非常にその2つの記事はもちろん直接的な関係があるわけではないんだけれどもすごくこう考えさせられる紙面だったなというふうに僕は思ったんですけれどね、ま、た原発の賛成反対に対する議論ってこう落ち着いてきているなという印象もありまますよね落ち着いてきてき、ね、確かに何かあまりあの活発な議論ではなくなっているような感じがしてきてんさらにこのなんか去年ぐらいから節電要請がかかったりとかする中でちょっとずつ考え方が 動いいいてててきるる人も増えてるんじゃないかなかう印象はありますよね,あるでしょうねただ繰り返しますけれども福島ではまだ3万人以上の人が避難生活を強いられていてでさっきも言いましたけれどもその福島第一原発を最終的にどう処理するのかその廃炉処理が果たしてできるのか場合によってはあそこにそのずっと置きっぱなしにするような形しかできないんじゃないかっていう可能性もあるでこれはもうその事故の前から言われてた話ですけれども。 要するにこう高レベルの放射性廃棄物というものをつ常に生み出さざるを得ないという原子力発電というものの宿命があってその処理場すらめどすら立っていないということになってくると、まあ、我々の世代がこう、まあ、ある意味快適な生活をするためにそのツケをこれは将来につけ回しているこれは福島第一原発の事故は関係なくこう膨大なツケを後世につけ回していく。 といいいううことで果たしてて我々はいいのだろうかって、うん、例えば50年後100年後の我々のこう子孫がね一体あのこの時代の人たち何考えてたの、うん、っていうようなことに間違いなくなるでしょそれでいいのかだからこう原発に対する反対論賛成論みたいなものが落ち,落ち着いてきたっていうのは確かにバービーさんや西川さんおっしゃるのはそういう傾向っていうのは強まってるんだけれどもでもそれでいいのと。 まずいいんじゃないのっていうような気持ちは常に持ち続けなくちゃいけないしここに来て政権が急にその原発を新増設しようとか再稼働をもっと進めようとか安黙の果てにはこう運転の,その期間をもっと延ばそうじゃないのっていうふうに出てきたのはロシアによるウクライナ侵攻などに伴うエネルギー危機っていう状況に加えてそういう,こう世論の雰囲気ってものを読んでこうそういう,こうなんていうのかなこう動きに出てきているとも言えるわけですよね。うんで 福島の人たちにしてみれば何忘れてんだよっていう思いでしょうし、我々そういうと何とかちょっと落ち着いてきたような状況でいいの？っていうことは考えるべきでしょう。やっぱりね。これ、じゃあその新増設したりとか、この期間を伸ばそうという風うな感じに今動きが流れてるのは、あの各家庭のエネルギーコスト量も上がってきてるし。とか、うん、そういうことも。 こう政府側は言ってるってことなんですか、ね、あのねその僕のかん、僕の見ているところでは、そのやっぱりね、原発をこうなくしたくないんですよ、基本的に。特にこの運転期間の延長っていうのは、このまんま新増設もできない、うんえー、それから、まあ、再稼働も新しいその規制基準で、厳しい規制基準で再稼働をしていくと、再稼働にも限界があると。でしかも40年っていう,こうお尻を切られちゃうと、うん このままいくと10年後、20年後あるいは30年後原発なくなっちゃうでしょうとでそれは絶対に嫌だよねとで特に電力会社なんていうのは今、経営が非常に厳しいので、うん、もう実際に持っている原発を動かせるか動かせないかっていうのが、まあ、ある意味でこう経営上の要請になってくる動かせれば経営にとってはいい、まあうん、電力会社の理屈だったらそうですよね、うん、だって実際にもう持っている機械を動かせないよりは動かせた方がいいでしょ、うん、っていう理屈になっちゃう。つまり そのこうまあ、ある意味で古いそのこう既得権益だったりっていうようなものにしがみつく電力会社ああ、えー、経済産業省みたいなものがバビーさんがおっしゃるように今のエネルギー状態なんかをある種人質に取りながら何かこうそれでいいの動かさないと大変だよっていうふうに 脅してきているっていうのが僕は実態に近いのかなっていう気はしますけれどもね、うんうん、だからこそ他の方法とか、まあ、エネルギーの問題を考えていかなくちゃいけないっていうところはありますよね、うん、青木治の話しておきたいことこのコラムはポッドキャストや YouTube でももう一度お聞きいただけますぜひチェックしてください